山系チャンネル。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は愛知県公立高校入試終わりましたので、日進西高校のね、ボーダー目標点を発表したいと思います。はい、まず皆さんに一言、受験本当にお疲れ様でした。はい、今回の受験に関しては、大学入試を、ね、イメージした、愛知県の公立高校入試になってたなと思います。なので、ああやってね、考えさせる問題、ね、長文の問題、資料を見て答える問題っていうのが大学入試でもね、出てきますので、大学進学をね、考えられている皆さんはそういった力をね、高校中にね、つけていただくといいかなと思います。それではやっていきましょう。西西高校、まず得点出し方が内申点 ×2 プラス当日点という形の、得点出し方です。なので、これ内申点が ×2 倍されますので、内申点しっかり取れるようにしておくと、志望校合格にぐっと近づけます。で、それを基準にしていただいて、当日点何点取るかっていうところを、イメージしてやっていただくのがいいかなと思います。なので、この内申点 ×2 プラス当日点をした数字を目標点、この126点に近づけていく、そういった、勉強法を、しておくといいかなと。過去問、模試とかね、この内申点を見ながら何点取ればいいのかっていうのをイメージしてやっていってください。はい、で、ボーダーですね、これはあくまで、誤差がね、プラマイ、3とかね、4ぐらいちょっとついちゃう可能性はありますが、だいたいこの付近で合ってると思います。はい、で、そのボーダーが120.5、はい、この付近で、人数調整が行われる付近になってきますので、まあね、この付近の方は、ね、一応覚悟だけしといていただいた方がいいのかなと思います。これより下の方でも受かる可能性はありますので、ね、3、4ぐらい、下の可能性はありますのでね、はい、全然受かる可能性はありますが、はい、なのでこの付近の方だけちょっと覚悟持っていただいて、で、この目標点に近い方はね、もうほぼほぼ合格されていると思いますので、はい、おめでとうございますというところです。はい、じゃあ、今回の、日進西高校ね、ボーダー目標点は以上になりますので、他の高校さんのね、ボーダー目標点も作っていってますので、そちらもぜひご活用ください。で、あと、この高校のボーダー知りたいな、とかね、この勉強法知りたいなっていうね、なんかご質問ご要望があれば下のコメント欄に書いていただければ、そちらにお答えいたしますので、ぜひコメントお待ちしております。はい、じゃあ今回ね、ご視聴本当にありがとうございました。失礼いたします。